さんちゃん神田さん潮さん佐々木慶子さんカプリンさんマップさんマサコメタルさんあいらちゃんお父様ありがとうございますお誕生日あ,ーありがとうございますいっぱい大地家さんベッツさんリョンメタルマダさんベビーシーあもういっぱいいっぱい,い,っぱいサムさんヤッチイガさんマダハさんマップさんマサコメタルさんえんひラさんサナちゃだサナちゃですサイリュウさんパッティさんおつなちゃんありがとうございます こんばんはライブお疲れさでしためっちゃキラキラしてましたありがとうこやろう本当にありがとうございますなんかアバター変わってるまたさんお誕生日おめでとうございますありがとうございますおとうめいこもこさんあもうありがとうございます現場でももう配信でもありがとうございますのりのりさんおつまみお疲れ様までしんじさん改ためて誕生日おめでとうありがとうございますお猫の合唱をありがとうございます愛梨ちゃんだありがとうございますまろさんこんばんに嫁ありがとうまろさんさだしさちゃん愛してるぞお ありがとう私も愛してます。ありがとうございます。ホットケーキ、ハピバスでー、サラちゃん、ありがとうございます。前原さん、磯村先生、仕掛けたんまだお酒は飲めない十18歳だけど、まだお酒は飲めない。カッペリンさん、18歳のお誕生日おめでとう、ありがとうございます。大人サラちゃん、こんばんは、ケスリさん、そう、大人サラちゃんなんですよ、本当に。大人になっちゃった。全然中身は本当に子供なんですけどね、まだまだ。 マー君あーめっちゃ久しぶりだマー君さらちゃんお誕生日おめでとうありがとうございますいつもねツイートはすごくあのあの何してくださっててそれはすごく見てますありがとうございますお誕生日も何回もおめでとうって007さんお誕生日おめでとうありがとうございますこの時間に配信できるのはねそうなんですよ22時からもう18歳になったからできるようになってちょっと初めて22時以降の配信ということでね 今日から何時でも発信できるのいるみたいなそうです。だからでも遅くならないって,言ってたりやするけど、マダさんお誕生日おめでとうありがとうございます。二十九九さんもおつまちゃおつまちゃです。でカナさんお誕生日おめでとうありがとうございます。にすけ先生夜中のさんちゃん新鮮でしょ？だから本当にあの皆さん新鮮ですよ。<laughs> 夜中のさやちゃん、星野さくらさんゆえやなさん、やっほもっちチーさんさやちゃんお誕生日おめでとうありがとうございます。 マイバーさんハッピーバースラちゃんありがとうございます加工さんもおさなちゃんお疲れ様ですゾさんお疲れ様ですシンさんサナちゃん改めてお誕生日おめでとうありがとうございますマイバーハさんハッピーバースラちゃんありがとうございますなんかほんとになんか今年のお誕生日はすごく幸せですサなちゃんハッピーバースデーベッチさんありがとうございますお久しぶりねサなちゃんお誕生日おめでとうサシさんもありがとうございます来てくださってそうほんとにね18歳になってしまったんですよほんとに ケイトルさん誕生日に速攻10時から配信えそう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 もうねあの解禁されたので速攻さあ私酔ってますいや酔ってす酔ってあなんかツイート見ました酔ってるんだなと思って皆さんでねあれなんですよねこう飲みに行ってついて行きたかったところなんですけど「ハッピーバースデーソングエア猫の合唱」あそういうことなのエちゃんありがとうございます猫ちゃんのありさんのファンレベルが11時に上がりましたありがとうございますあ違う 22に上がりました、ありがとうございます。ミッツさん、ファイナルの動画ー、11人がりました、ありがとうございます。さくらさん、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。オール配信中さん、いやもうね、オールはもう、あのやめてください、もう、します。ヤッホー、おつさちゃん、やでゃっち、さきぼりだ、ありがとうございます。レイベンン君、さやちゃん、1さ歳、お誕生日おめでとう、ありがとうございます、本当に。サイさん、おつさちゃん、お疲れ様です。牛すっぱい、お疲れ様です、ありがとうございます。チーズさんが100回目の方も、ありがとうございます、100回目、チーズさん。 ぜひあのコメントしてくださいこんばんは誕生日おめでとうスカイゲートさんありがとうございます選挙権がもらえてるじゃんけいだろさんそうですねもう選挙権もらいました私だからちょっとあのちゃんとあの何えっと公民勉強したいと思いますカルルさんこんばんはあこんばんはですカルルさんでこのアポターって何なんですかねカルルさんとかやってるこのピンク髪のりょうせい先輩のファンレベルが十五に上がりましたありがとうございますりょうせい先輩 今日のサラちゃんの表情は本当最高でしたありがとうございます22時本当に超えてますね18歳やったやったですよ本当にもう18歳18歳はちゃんと成長したいなおつらちゃんライブ良かったですどうぞありがとうございます本当にありがとうございますお誕生日おめでとう言えなかったササジあっま確かにでもね本当にもうササジも,も,も毎日感謝って感じほんとにサラちゃん美人がさすが大人は別お美人になりましたか 今日で美人にななれたかなアクタさんお誕生日おめでとうサナちゃん。とマー君もハピバ。<laughs> マー君もハピバえっそうなのお誕生日おめでとうございますカルルさん。ありがとうございます。秋葉めさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。二十二時配信おめでとう赤部さん。ありがとうございます。そう二十二時配信これからやっていきます。大人ばさごめたうさん。 不良だわ味いや不要じゃないであのそそ,その呼び方はやめてくださいねショートケーキいちごの代わりに小さいサザエ乗のせたる丸尾さん「ちょっとやだな!」ちょっとっていうか結構やだなサザエはラズベリーさん「サあちゃんお誕生日おめでとうありがとうございます」ついにシネラタイムがなくなったのかゆうやさんねちょっと複雑な気持ちなんですけどでもちょっとまだまだ本当にたもうん年が重ねたけど でも本当にまだまだね子供で何も本当になんかもう本当にわかんないようなやつあの人なんでこれからもたくさんあの皆さんに何たくさんこう、まあ、迷惑というかかけちゃうかもしれないし何かわかんないことがいっぱいあるかもしれないんですけどこれからもぜひ白鳥の応援よろしくお願いしますシネタイムがなくなったのかえひろさんそうなんですよ さらちゃんお誕生日おめでとうございますヘンドリックスさんありがとうございますヘンドリックスさんちょっと久しぶりな気がするありがとうございますおまきまきたんだハッピーバースデーめっちゃありがとうまきまきたありがとうございますめっちゃさらちゃんついに新成人レイブン君そうなんですよ新成人新成人この日は祝日にしないとまたさん <laughs> なんか世界変わっちゃう驚いてカウントどこまでやったか忘れちゃったエンヒロさん <laughs> すみませんありがとうございますカウントいつも ジェイクさんおつなちゃんお疲れ様ですジェイクさんハッピーバースデーさなちゃんかたさんかたさんありがとうございます2年後は乾杯したいね味そうですね2年後か2年後お酒飲めるからそうですねやりたい乾杯って,っておっさんだからね麺をきつねだってああそうですよねもうぜひ寝落ちしちゃって大丈夫ですよ18歳になってしまったマロさんなってしまったんですよそうさっきの配信で赤いのついてさらちゃんの包丁姿にめっちゃドキドキしました <laughs> ねえちょっとささっきの配信でついた赤がまだ取れない日、ね、曜着色料のあのケーキの着色料が取れない赤色の結構やばくないですか着色料だからめっちゃ使ってるあれ10時になっても配信通信が来たからもしやと思ったらやっぱりだってイタ郎さんしてますしてます <laughs> まこまこさんだおつさまちゃんお疲れ様ですありがとうございますまこまこさんティムジおつさまちゃんお疲れ様です ハッピバーーーバスデーおめでととううまさんありがとうございます誕生日装備満載のチェキかわいかったですあやらちゃんえめっちゃ嬉しいそう皆さんねたくさんあのちょっと持って帰ってきちゃったんですけどえそう持って帰っちゃってきた持って帰っちゃったんですけどこんな感じでねこれをはめてこれもね ててやってチェキをなんか本当にあの一年に一度の誕生日チェキっていうことで本当に楽しかったチェキもライブもめっちゃ楽しくって本当にありがとうございました今日は本当に本当にありがとうございます本当にありがとうございますひたんさんこんばんはこんばんはですハッピーバースデーさらちゃんまこまこさんありがとうございます嬉しすぎるありがとうございます22時過ぎてからさらちゃんを見ると時間間違えたのかと思っちゃうやつさんまあ確かにそうですよね なんか新鮮別さんですよね白鳥もちょっとなんかちょっと慣れないまだ何回でも言うよ達郎が別さなん中さん中さんありがとうございます何回も本当になんか本当ににの本当に幸せ者だなと思いますね本当に本当にに今日はねあのちょっと巡りズムを買ってゆっくりしたいと思いますでねちょっと ユユの深夜バターで使ったさんあ深夜バターなんだえめっちゃ可愛いこのゆうゆうのあピンク髪じゃなくなっちゃったけどめっちゃか結構コメント飛んだえっ慶太郎さんえ結構飛びましたコメント嘘嘘めっちゃ飛びましたそんなあコメント見れなくなっちゃった前のやつえー、ちょっと飛ばしてたらすいませんコメントめちゃめちゃすいません目崎さんこんばんこばは こんばんはですありがとうございますあシルさんださラちゃんお誕生日おめでとう直接言えなくてごめんね全然大丈夫ですシルさ本当にありがとうございますお仕事お疲れ様ですあの赤ちゃんがこんな大きくなるとはしかもスーパー可愛いしありがとうございますケタラさんあんのあ赤ちゃんってあの全然ああのああれですねあのえちょっとめっちゃ恥ずかしかったんですよあのツイートしたらなんかあの生まれたばかりの自分をツイートしたじゃないですかそしたらなんかサラちゃん初グラビアとか書かれて,て 恥ずかしかった恥ずかしかしったけどあのね確かに初グラビアだと思ってヒッターさんこんばんはこんばんはですどこやろお手紙渡しておきましたいつか読んでもらえたら嬉しいなもちろん読みますよ本当にありがとうございますありがたく読ませいただきますさらちゃん20歳の時はみんなで一緒に乾杯配信したいでするべ、ね、もちろんもちろん乾杯しましょう ベッチュさんのファンレベルが8に上がりましたありがとうございますゆいゆいのおニューのアバターですよシンさんありがとうございますそうピンク髪のツインテーラーゆユゆユだったんですね斎ウさんハート100個ありがとうございます大人の白鳥さんもちろん親御さんに甘えられる時はたくさん甘えてくださいねあやらちゃんはい皆さんにも親にも甘,甘える時は甘えてでも自分であのそう18歳の目標は自分で 決めたことは全力で楽しむですおアイラビューありがとうございますゾーさんゾーさんありがとうアイラビュー私もアイラビュー私もアイラビュー自分で決めたことは全力で楽しむさらちゃんの可愛さにも乾杯桂太郎さん上手いこと言うな上手いこと言うな桂太郎さん嬉しいちょっといろいろ話したいことがありすぎてでもコメントも読みたくて ねネ木先生だ元気に18年間を生きてくれたことが我々はうれしいんです大木さいや大木さ自分で突っ込んでるけどそんなでもね本当になんかあの生きてきてよかったなって思いますずっと美少女いっちゃ茶のくじ一さんねえうれしいありがとうございますお誕生日おめでとうありがとうございますひいたんさんさなちゃんいつも美人すぎるんでしょうみんなの憧れ男やろ いやありがとうとかやろ本当にそんなことない本当にありがとうございます mkt こん,んさんちおたちおめでとうございます mkt ありがとうございますすごい嬉しいですありがとうございます今日からもっと美人になると思うとワクワクやっちもっと頑張りますあの今年はあのさっき言った目標もあるけどなんかもう一つはえっといい女になるっていうちょっと大人なちょっといい女になろうと思って頑張ってきます 太郎さんお誕生日おめでとうございますありがとうございますロードマンさんおつなちゃんおつなちゃんさっく洋服が大人っぽい感じがするカペリンさんちょっと髪型はあれなんですけどちょっと洋服はいいです、ね、洋服はトマトくんもハッピパってことかな,なん中さんトマトくんトマトくんお誕生日おめでとうございますあタカタカさんかありがとうございますめっちゃ ありがとうございますベッチさん心を込めてはず0 0個ありがとうございますありがとうございます十八歳の抱負などなど抱負の誤字あ抱負の誤字ですね抱負さっき言った通り自分で決めたこと全力で楽しむのといい女になるはいさにゃっこさんお誕生日おめでとうありがとうございます さにゃっこさん初コメですかねありがとうございますありさんお誕生日おめでとうありがとうございますありさんも初コメですかねめっちゃありがとうございます本当にありがたい mc の時のハビバタイムは盛り上がりましたあの時のさんじゃないが画は本当最高でしたありがとうとかやろもう本当になんか直前までですね今日のライブの mc どうなるんだろうと思っててでなんかみんなに あのみんながあんまり教えてくれなかったからえ大丈夫なのって思ってたらまさかのそう MC でこれをいただくというもう本当に感動した本当にありがとうございますってね開けて読んでたんですけどもうたくさん愛が詰まってたししかもかなさんのこの絵も本当に素敵だしこの絵も素敵だしもう本当になんか宝物です本当に宝物。 皆さんたくさんの言葉ずっとおいしいいちゃんのクジーツさんありがとうございますありがたすぎるサラスではさなちゃんが一切お姉さんかぶさんそうなんですよだからねまこ、あ、こココナも私にいっぱい頼ってくれということでねはい <laughs> はいちょっとここナにあの頼ってくれっていうことでねはいわからないことだらけなのは当然みんなで教えますよしん次さんありがとうございます 漢漢漢字字字とととかかかあの元気に18年間あこれ読んだ新助先生のあれなんかコメントなんか生き生きしててすいませんじゃあショートケーキにジャンボハマグリのせたらそもそも「貝なぜ」それもあるさそもそも「貝なぜ」って感じなんですけどあのケーキに貝は大丈夫です。え、は、っ、い、貝ぐんぐん見たらさあ ありがとうございます。知ってる。わたんちゃんめめでございます。この一年も楽しんでありがとうございます。楽しみます。マーク、サメちゃん大人やん。そうなんですよ。大人なんです。全然気持ちまだちょっと子子供かもしれないけど。えまだらさんこんばんは。こんばんは。ジェンさんも。おつらちゃん。おつらちゃん。十歳初のライブはどうだったのかなベさん。めっちゃ楽しかったです。本当に踊ってて超楽しくって得点感も楽しくって。 ねねでもねまだみんなでいっぱい成長したいなって思うのでまた明日から明日もレッスンあるんですけど明日からもなんかね今日ねあの公式配信があったじゃないですかで公式配信終わった後のみんなの雰囲気がよくてこれから頑張ってこうみたいな感じになってみんなでだからねまた明日からちょっとみんなで気持ちを切り替えてもっと頑張ってこうって感じになりましたねだから 私たちこそ迷惑をおかけした時もあるから二人三脚で二人三脚か <laughs> 一年まで歩みましょうやっちありがとうございます二人三脚って言うんじゃってもうバカだかなさやちゃんほんまキ過ぎればおめでとうありがとうるおさんありがとうございます世界で世界一番可愛いい17歳から世界で一番可愛い18歳になりましたで、ね、ありがとう竜星先輩 <laughs> 本当にありがとう竜先輩いつもね本当と愛を伝えてくださってすぐ白鳥の励みになっておりますお水で乾杯しますユッキーさんどうしようもう大人だから可愛いだけじゃなくて綺麗になっていくのねケスリさんえっ麗になっていくかどうかわからないんですけど綺麗になりたいあの赤強かったよねホットケーキそう あののののケーキ赤赤ですよねいいもの落ちてないのえ口の中も大知樹さん口の中は落ちてるほら指まだ赤いマキマキさんそうなんですよめっちゃ赤くてなんかほんとに撮れない18歳のさなちゃんをたとえ配信でもすぐ見られるという幸せペコヤマさんありがとうございますそんな嬉しいユウユからサナルームでお祝いしてきてって言われたのでお邪魔しましたおめでとうございますアリさんありがとうございますもうほんとユウユいい子だなほんとになんか もう本当にいい子うんユウももちゃんリットマンユウさんありがとうございますももこのファンの方ですよねお誕生日おめでとうありがとうございます来てくださってあ水持ってきてくれたらね水で乾杯しましょう皆さんせーの乾杯はい皆さんはぜひお酒と。 なんでくださいお、アイラビューくまちゃんのありがとうございますとこやろうありがとう私もアイラビューですかんありがとうございます皆さんライブ中いい,い,やい,い笑顔でたこも子さんわー嬉しいよさらちゃん勘違って言われにはかなり読めてると思うけたろさんあ、本当に本当によかっただからね早,早いうちにここ変えたいですねあの定携文 ねえどこまで読んだっけえー、たくさん皆さんコメント本当全力で楽しむサラちゃんらしいかもマー君サラちゃんらしいでしょお誕生日おめでとう広めたさんありがとうございますちょっと早いけど先に失礼しますおめでとうよい一年をパコヤマさんありがとうございますよい一年を一緒に過ごしていきましょう来年の6月19日はカウントダウン配信確定だな読めたらえー、そうしたいですねさすがに12時コース配信したい 待っててくださいひろめたさんおつらちゃんお疲れ様ですお、サイさんだ今年はいけなかったので来年のお誕生日はぜひ現地でお祝いしたいですハッピーバースデーありがとうございますぜひ来てください、ね、来年会いたいあ、ぴょんさんだお誕生日おめでとうぴょんさんありがとうございますぴょんさん待ってましたありがとうございます今日のチュロクチャのさなちゃんの表情がすごく良くてエモかったですあ、本当に めっちゃ嬉しい本当いい色が出てましたようわ嬉しすぎるありがとうございますベッチュさんサなちゃんが楽しんのが一番ありがとうございます白鳥でもね思うんですよさっき白鳥がちょっと元気ないと皆さんにもそれが伝わっちゃうのか伝わっちゃうなぁと思ってますねハムさんおつなちゃんお疲れ様ですのりんネオネオさんだネオネオさんおつなちゃんお疲れ様です さんおめでで幸せですすサゴメタルありがとうございいま嬉し言葉ベニービーバットありがとうございます,いーーいますこれ何猫の合唱のやつですよねあ違うゾザンが猫の合唱でベニービーバットこれ誕生日のやつかありがとうございます !2 人ともありがとうございますラズベリーさん フーちゃん元気ですかえふうちゃん元気ですよでもねさっきね物落としちゃってでそしたらフーちゃんがめっちゃびっくりしちゃって私のせいでもうなんかちょっとフーちゃん申し訳なかったさあちゃんはもう大人っぽいけど心は子供マー君そうですよもうほんとにあのが、うん、緊張なんでほんとにあートマトトマトゆいちゃんのことか前イバーハッなるほどなるほどどこまで読んだ どうも読んだ今日のパフォーマンスより各覚,覚悟を感じたサナちゃんの魅力本当にましましでしたアイラちゃんめっちゃありがとうございますそんな褒めていただいてバステーケーキ全部食べた慶太郎さん全部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 どの全部だろうサナちゃんが生まれてきてくれたことに感謝ですぞいやー本当にそんな 皆さん白鳥のことを知ってくださってありがとうございます本当にさなちゃん大人になって22時から発信だけど私はお子ちゃまなのでお眠ですカズさん <laughs> カズさんもぜひあの本当に無理しないで眠い時は本当に寝てくださいねトマトくんゆいちゃん玲ーくんそうゆいちゃんのことだったもしかしてちょっと色っぽくやっちゃいますかそうちょっとちょっと大人っぽくそうそうそう,こやそう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 特典会のさなちゃん人気すごすぎてやっと戻ってきたら目の前の突然チキー会が終了 ああ、いや、八枚も残ったんですか、どうぞ。間違えまた、間違えました。本当ごめんなさい。本当に意識先生すみません。名前間違えました、すみません。本当にすみません。本当にすみません。本当に申し訳ない。八枚も余ったの、やばいですね。でもね、あの。ささじいとかも、めっちゃ余ってて。ね。でもは、あの、その残った地域券って。次に持ち越せるんですよね。 も持ち越せた,たとしてもやっぱ取りたいですよねそ,その時にねどうしたらいいんでしょう本当にあロッタンだロッタンロッタンだ小松菜ちゃんお誕生日おめでとうありがとうロッタンロッタンあの絵描いてくださっててめっちゃ嬉しかった可愛い絵ありがとうございます私これ以上いい女になるんかえもちろんもっともっともっと,もっとなる 見た目大人は子供…心は子供…なんか違うわ聞いたらさんえ何だったっけ何でしたっけコナンの見た目大人は心はここ心は子供…合ってるかめっちゃ可愛い絵だよね素敵きな絵ださこれねこれめっちゃ可愛くて見てくださいやばくないですか エグ顔なんですよこんな美化されて描かれ描いていただいてあとね皆さんちょっとあ映ってない映ってない全くここにねお花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 ,お花後ろにありがとうございます皆さんおさえがかりの皆さんからとあと図さんからのお花なんですけどもう本当にお花ありがとうございますめっちゃ可愛かったもう本当にお花 もう枯れて欲しくないもうずっと置いてたい本当にお花ありがとうございます皆さんこうやって置いて寝る前とか見てちょっとあの浸りたいと思います <laughs> 浸りたいと思います那須だけに那須に今だけ上から見せしん新ゃんそうちょっとあのでもね昔からそういう感じなんですけどね慶太郎さん全部漢字やん全部漢字あ二人三脚かな お誕生日のサナちゃんに会えるようになるなんて幸せですめって無ありがとうございます本当にシャラトリのお誕生日一緒にいてくださって夏はまだ未成年ですからね成人に頼ってねカプリザそ,そういうことですよ成人サナちゃんに頼ってねスってこと素敵なメッセージブックコモコさんそう本当に素敵マジで素敵本当に本当トありがとうございます皆さん。てかってめっちゃ可愛いいしで見てカンテさんの絵も ありがとうございますめっちゃでこれあこれロッタンの絵じゃないですかこれロッタンの絵でこれもうねめっちゃ可愛いく描いてくださっててでこのあと皆さんのこのメッセージたくさんありまして本当,に本,当に本,当に本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 当に幸せなだなと思いましたメンバーのみんなにもあのメンバーのみんなもたくさんね配信で愛を伝えてくれて本当に 105日連続配信バンザイ消えたらさんバンザイ105日っていうキリがいい数字であしかもねあのあモニマルさんだおめされちゃんたちああありがとうモニマルさんありがとう今日来てましたよねさラちゃんは大人4歳になったばっかりやまだ4歳まんだから違うついつい18歳って公式配信のさらちゃんのあんにドキドキでしたよとかやろうて恥ずかしかったなめっちゃめっちゃ恥ずかしかった今日のさラちゃんいつも以上にキラキラしてたなずさんえー、すごいですしいでもやっぱ 伝わるその気持ちがやっぱ伝わ,り伝わるんだなって改めて思いましたね二人三脚これからそう呼びます中かさんいやあのやめてください大丈夫ですよ CK さんのお誕生日おめでとうございますありがとうございます CK さんありがとうございますお誕生日おめでとうございましたピアーミルピアーミルさんありがとうございます近いうちにおめでとうって言いに行きたいベンチさんうわありがとうございます是非会いに来てください いいついつでも会いに来てさラちゃん漢字があここ読んだえなんかさ本当に前の前の文読んでません本当に前のコメント読んでる気がするあスコティッシュさんお誕生日おめでとうありがとうございますありがとうございます世界一可愛い1字歳から世界一可愛い18歳,いい18歳それなナイスマロさんおナイスー流星先輩ですね 今やっと乾杯のところ読んでるあ、村さんとありがとうございます乾杯。来年は24時間配信でしよ中さんいやか,かなり大変私もかなり目ヤバいなので落ちますおつさんちゃーん健太郎さんバイバイおつさんちゃんでしたバイバイ多分もう抜けちゃってるかも親子さんとのバースデータイム少しでも楽しんでくださいねありがとうございますでもねあのー、大丈夫ですよた,たくさんお祝いしてもらいました 今日の配信は何時までの予定小目くさんえ、実は30分までの予定だったんですけど、10時30。だけど、あの、ちょっとコメントたくさんしてくださってるので、コメントを読んだら終わろうかなと思うので、でもぜひ、あの、あ、ぜひじゃない。眠い方などはぜひ、あの、ぜひじゃない。眠い方などは、あの、全然、あの、もう寝ちゃった、あの、あのもう無理しないでください、全然。仕事はマジ、仕事始まるから寝けます、14歳のさらちゃんも応援してますよ。大好きだよ、シルさんもう仕事大変だ。ありがとうございます、シルさん。 ラズベリーさん久しぶりの参加なんですかふうちゃんあっこれ読んだ「さらちゃんの二十歳の生誕祭が楽しみえんひろさん」わあありがとうございます大人っぽくならないでえんひろさん多分ならないと思うんですよでもいい女にはなりたいけどなんかまだ二十歳までは子供を楽しみたいん子供まだまだ大丈夫かなにじありがとうございます錦先生だ錦先生ありがとう 誕生日の宴は何を祝したの、えひろさん。え、さっきしゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶ。今日は、本当に可愛かった、にずき先生。今日は。今日は。今日は。にずき先生、今日は。コナンは見た目は子供、あ、あ、頭脳は大人。え、それだ、カッペリンさん。え、私は反対なんですね。あ、じゃ、見た目も子供か、見た目も子供、頭脳も子供。 うん、ダメだえどこまで読んだっけあいだもささらちゃんおめでとうございますありがとうございます伊賀さんみんなのことを考えてくれるのさなちゃん優しいけど辛い時はここで愚痴っても全然いいからね <laughs> ありがとうございます愚痴れると思いますもう分かんない夜な夜な白鳥とかがめっちゃちょっと2時ぐらいの配信とかでめっちゃ愚痴ってるかもしれないんですよもしかしたらもしかしたら愚痴ってるかもめっちゃそれはレアだとレアなのでね皆さんぜひぜひ見に来てください ふうちゃん元気でよかった小室さん「ふうちゃん元気」さっき驚かしちゃって本当にあのもうふうちゃんに土下座したい気持ちになりましたあちなみにふうちゃん知らない方に言うとふうちゃんっていうのはウサギです飼ってるウサギちゃんリトム配信でさっちゃんが泣いちゃったの分かるなら頼りにされてるねって気持ちほんになんかもうなんかあんまりそのメンバー同士での心の内を話してたことが最近あんまあ機会が取れなかったし話し合いの。 でなんか今日みんなのなんかその気持ちみたいなのを聞いてなんかああもうみんなで頑張っていこうって思いました「ハゲかっぱさんお誕生日おめでとうありがとうございます!おい」おっゆうなきた「ゆうなきた?お」ユナ来た「ゆうなめっちゃツイートありがとう」「ゆうなありがとう」 のぼつかみは四勝いっぱい刺さ,さしあれいえ私一勝しましたっけさらちゃんとお花ってすごくバイマシオンありがとうとかやろ後でお写真とか撮ってほしいなもちろんもちろん撮ります本当に 持ち越しできます俺今日の俺がそうでしたよああよかったしんさんあそうですよね持ち越しできるでもなんかその枚数が多いと持ち越しできなかったりするのかなと思ったんですけどあ猫の宴猫の宴にすけ先生ありがとうございます歌ってる猫ちゃん猫カフェ行きたいすごい皆さんのエアメッセージまとめられてるんですねラズベリーさん。そう本当にあの毎年あそう去年はあれだったんですけどあの毎日 あちょ、間違え,間違えた毎年ねたくさん頂い,いててでここに今飾ってあるんですけどこれが4つ目になります皆さんから頂くあれ5つ目4つ目コメントとの時差に気が付いたらしし、ししけさんえやっと気が付きました本当に遅いですねコメント読むの私がだからちょっとあの皆さんちょっとお待ちください トトマトくフーちゃん元気かずさんフーちゃん元気ですフーちゃん元気かわいいさくらさんありがとうございますかわいいあちゃめっちゃさなちゃんやしあ,ーありがとうマロオさんマルーさんありがとうチェケケンって1か月ぐらい猶予あるのえひろさんえ皆みなさんえ多たぶん1か月かちょっと聞いてきますねかわいいスコティッシュさんえー、ありがとうございます 可愛いって嬉しいな。見た目、ね、見た目は子供、頭脳は大人。わが、我の名は、めったってここな、なんかさ。ここなんだ。ここなんだ将来は美魔女になるかも、登山。おお。皆さん、こうご期待ってことで。 皆さんこうご期待でこれお花見見ながら眠ってくれお花見ながら眠ってくれるのね桜さんもちろんてかもうなんか本当にここちょっと見えないなお花ね本当に素敵なお花皆さんもう本当に白鳥色い色のお花目が乾燥して仕方がないえっタワータワーありがとうございますベニービーバットえっ、ー、ありがとうございますタワー 東京タワーみたいなえー、めっちゃありがとうございますちょっとびっくりありがとうございますちょっと気づかなくてすいませんここのここに置いてあるこれこれちょっと出てるこのピコンみたいなありがとうございます星カペリスありがとうございますえー、ありがとうございますめっちゃ嬉しいありがとうございます猫カフェ行くと帰れなくなりますよしんさんあもう大変ですねそれは。 サラちゃんオーディション仲間のコメントよきね、マロさん。え、もう本当にありがたい、ゆうな。ありがとう、本当に。ちょっと待って、あの、コメント、コメントいっぱい終われないん、ね、で、別にちょっと頑張りますね。クリッチさん、おつまちゃんお疲れ様です。ジブデブさん、さらちゃんさん、お誕生日おめでとうございます。おとにやっても可愛くいてね、ありがとうございます。ずっとね、もう一生、一生可愛く生きれるように頑張ります。ここもさんすごい 生誕院長お疲れ様でしたありがとうございました本当にあのねあの白鳥の生誕祭のおアイラビューありがとうございますスケ先生ありがとう私も大好きです大好きたわね今度例の T シャツを送りますスケ先生ありがとうございますおアイラビューありがとうまたありがとうございますやっちだやっちもありがとうございます大好き大好き本当に大好き 二十歳になったら酒飲みながらくまなうん酒飲みながらくだ巻き配信してたりしてくだ巻きって何でしょうかプリンさんうなさんいるのうなさらちゃんうなさんこんばんはうなさん明日でガチイベ終わるのでもうちょっと待って明日ガチイベ終わるガチイベ明日なのかさらちゃんちょっと待ってどこまで 見た目も頭脳もほんまかわいすぎ丸尾さんかわいいからいっか <laughs> ありがとうございます成人でしたねラズベリーさんそうなんですよ成人18歳でこんな美女だったらこれからどんだけ美しさなのか楽しみ待ってますアリさんまあありがとうございますでもねほんとにお誕生日おめでとう言うのありがとうめっちゃありがとうほんとに二じナイス丸尾さんナイスかわいらしいままでいてねえひろさんはい私はもうほんとにあの 学校の先生とか、いろんな方に、あの、もうそのまま変わらないでって言われることが多いので。でも、まあ、あの、良い方向には、あの、たくさん変われ、変わって、あの。ちょっと、あの、頑張っていこうと思います。うん。はい。タバでチェキ券が余っとる。<laughs> 本当にね、そのチェキ券、なんかね。 持ち越し券使わないとな CK さんお台場混むかなお台場ねでもちょっと大きいらしくてお台場の25そう皆さん25日はお台場でライブがあります日曜日ですねはいお台場ちょっと分かんないちょっと混むかもしれないですねえま待ってあのさっ,さっきさあの虹来ましたよねありがとう虹け先生ありがとうございます虹ありがとうございますありさん アイラありがとうございますアリさん大好きですありがとうございますお寺さんちゃんこんばんは天性カツさん天性カツさんこんばんはたわナイスたわナイスユうナさん知ってるのえもちろんですよたけちゃんたけちゃんユうナあの A グループで一緒だったんですよオーディションの時もちろん知ってます ゆなさんこんばんにー丸尾さんこんばんにーだねお誕生日おめでとうでありがとうどこまであでも追いついてきてるかもレアなさなちゃんが一番言っちゃんの口さんレアなさなちゃんいつまでもレアでいたいと思いますおにすけ先生白鳥ありがとうございますね本ほんとにねなんかもうなんかどうやって感謝伝えたらいいかわからない けど本当にありがとうっていう気持ちであのこれから頑張ってきます体,体は大人頭の子供も実は最初に言ったのはたん探偵ナイトスクープの頭小枝さんです誰やねん <laughs> もうすみません分かんなかったんじさんさなちゃんおた生日おめでとうございますまずパパメタルさんありがとうございます KK さん夏はもありがとうございます スッチーさんおつらちゃんお疲れさまですおつらちゃんありがとうございますおまたお選びありがとうございますマー君かマー君ありがとう嬉しいありがとうございますちょっとあの本当に目が乾燥するんでちょっと目薬さしますね今日買ったんです買って帰った本当に目が終わってるんであっスースースする す,す,するよめっちゃスースするよめっちゃスースするやっちかわいいありがとうございますかわいいほんとにかわいくあり続けたいおばあちゃんになっても「お台場込むかな?」とか言いつつあらず宣伝のきっかけを作る自称古順な技古順？あでも思い出したんですよお台場あるなと思って CK さん「ヒルおお読めねえヒルサルケンブロー」 千九出ってるかな。あしんじさん。お台場の情報ありがとうございます。六月二十五大場ハットアレーなみたいなところですね。皆さんお待ちしてます。さんありがとうございます本当にあのこれ六月二十五日。エマニーさんおつさんじゃお疲れ様です。赤血はリトムの会話ではお礼と同じです。お礼？ということだろう。つんん。 さらちゃんから元気もらってるまし村桜さん私こそ元気もらってますお花もっと見,て見せてささじちょっとお花取りたいちょっと待ってくださいねお花取るえめちゃくちゃ可愛いえこれ皆さんちょっと質問いいですかこれあのこれ持つお花ですかこれ えめっちかわいいじゃあスクショタイムいきますせーのはいありがとうございます今日のスクショタイムでしたえこれ皆さんあの持つお花ですかねあのそれともう枯れちゃうお花ですか持つお花ですか皆さん 持ちますかこのお花どうなんですかかわようエイヒロさんありがとうございますさらちゃんの笑顔が一番の恩返しだと思いますよささんなんて嬉しいずっと笑顔出ますもうすぐ18歳の初日が終わってしまうんで先生 <laughs> 明日は18歳2日目ということでこんなにたくさんの人に言われていてと,とてつもなく人に巡り合っていたのとてつもない人に巡り合っていたのなに好きあーリュウゼンセンパイリュウゼン先輩。 ね、でもねリュースですやっぱその巡り合った人の一人だから運命ってことです25日は夜勤なので同じ空の下からエールを送りますありがとうやっちお仕事頑張ですありずそう言ってくれなわけ私たちは嬉しいものですよいやいやいやもう本当になんかありがとうございますなんですよお目目大きいねマサモネさん作ってます <laughs> 目薬も面から可愛いえ実はこれピンクなんですよ実はピンクっていうお仕事戻るねラブマーくんありがとうございます ババイバイもう行っちゃったかもだけど来月もめっちゃライブありますもんねほんとお体に、ね、気をつけてねありがとうとかやろ皆さんもお体気をつけてお札お札お札と呼びます,お札お札と呼びますどどん,えなんのどこのことだろうここお札なんじゃルッタンも何のことでしたっけこれスコティッシュさん花めっちゃかわいいですよね綺麗なお花井かさんも ね、めっちゃ可愛いよね。マジで可愛くてこれおもつお花なのかなラブリーサムさんラブリーなお花ネオファイブさんも可愛いお花ベッチさんもお花かわいいねありがとうございますしんちゃんありがとうございますバラこちらこそこちらこそありがとうございます美しさましまし最強ですありがとうサラちゃんバラの匂いするインヒロさんしない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 枯れないお花だと思いますさくらさん本当にサラちゃんにぴったりなバースデーフェラワーは素敵やらちゃんもうもうありがとうございます 今日は今までで一番可愛いサラちゃんが見れてし嬉しかったよっていう文字ええ嬉しい今日のライブも良かった頑張ったリスケ先生ありがとう <laughs> ありがとうございます言わせましたね言わせちゃった感があるけどねえソハッんプレイズドライだから持つよあ良えかった良かったササジありがとうございますあ良かったそのまま持ちますねあうしすぎるこれ持つってことですよねだからずっとえめっちゃ嬉しいこれもうかった よかった嬉しい「別にさらちゃん今日の洋服大人っぽいね」でしょあお札あお礼お礼,お,礼お札千円札お礼あお礼をお札って間違えたんですか白鳥があれおっさらちゃんかっちゃんかっちゃんありがとうございますかっちゃん ありがとうございます枯れないから大丈夫松丸らさんよかったてかね今日めっちゃなんか初訪問の方がすごいたくさんいて嬉しいぜひあっ今日18歳になりました皆さん初訪問たくさんいて嬉しいです、ね、枯れなくてよかったお花今日はですね本当にあの病院に行えりながらあのお風呂に入ってあのホットアイマスクをしてくれたいと思います 皆さんおライブありがとうございました読めないどうしようあ,あそうお花ねもう一つもらったので、ね、それも取ってちょっと待ってで、ね、こちらね ちょっと結構重たいんですけどもらいましたお花こっちはね多分ん成果聖火あそう聖火っていうんだよね言葉聖火聖火こっち聖火であのあのドライフラワーにしたいですはい本当にありがとうございますマジで本当にお花ちょっと重たいので置きましたね本当にでね あの,のママからもねお花もらってしかもあとあのコもコさんもチェキカの時お花持ってくださったりとかねほんと綺麗やスコティッシュさん綺麗ういい彩りがね綺麗18歳も JK いっぱい楽しんでないライブで疲れてると思うから今日はしっかり休んでるとくやろありがとうございます皆さんもお休みくださいリアルマネージャーのママとりさん識先生いやもう本当にたくさんねお世話になっておる虎次郎さんおつさちゃちお疲れ様です今日はゆっくり寝てね さ,くらさんありがとうございますこの時間初めての配信だからかもホットケーキえそうですねサラちゃんのあれが可愛すぎるアイラちゃんありがとうございます漢字って読みがいくつもあってね難しい登山えそう難しいからちょっと皆さんにこれからもたくさん聞いていこうと思います改めておめヌさんヌさんありがとうございますスヌビのぬさんだありがとうございますかっちゃん14おめでとう間に合ったえめっちゃありがとうございますかっちゃんほんとにお花が似合う嬉しいさくらさんダンボさんおつサちゃん ダンボさん今日はありがとうございましためっちゃありがとうございました来てくださってありがとうございますはいお花が似合うねさらちゃんベッチさんありがとうございます鼻いっぱいって感じそうそうそうこもこさんそのせいかベッドの上に置いて寝ると気分良さそうカプリンさん <laughs> どういうことどうやって寝るってことだ遅れましたダンボさん全然ありがとうございますあっダンボいますありがとうございます 今日はライブもリトム配信も見れなかったからここで見ると良かったゆえゆなさんありがとうございますほんとにありがとうございますはいってことでねもうそろそろ1時間になるのであのねおろ終わりたいと思いますもうそろそろねさらちゃんのお誕生日ってことはお母さんおめでとうございます CK さんあそういうことか産んだからってことか彩りって読めてるの読めてたん彩りってよかったえいひろさん ジーニアスジーニアスあそう時間制限ないそう時間制限ないんですよだけどね皆さんもあの寝ない寝ないといけないですよね明日お仕事そう明日ね平日だからお仕事だったりすると思うし改めましてお誕生日おめでとうございますちまみーありがとうございますちょっと久しぶりな気がするありがとうございます来てくださって改めて 初めてお話しできて嬉しかったですこちらこそダンボさんありがとうございました小悟空さんおつさちゃんお疲れ様ですありがとうございますねえたくさんね初訪問の方もいていただいてめっちゃ嬉しいジーニアス天才天才っていうのかえめっちゃ嬉しいなあ 曲で頭が流れる「君に届け花言葉青空の便線にそっと花びらのね」で私本当にやりたいことがあってえ皆さん本当にあのコ,コナからですね日曜日にやっとオフができたっていう話を聞いてでお遊び行こうってなったんですよ今日。 そしたらあと25日お台場でライブが入ってるっていうのをえ知りましてあの行けるか時間次第で行けるか分からないんですけどもし行けたらあのココナとカラオケに行って桜の曲を歌いまくるっていうのをしたいでもし歌ってあの写真とか OK だったらあげたい動画とかそうそれがね夢なんですよ夢っていうかしたいこと今日は夜勤だからまだまだ見れますよやっちありがとうございます いつも起きてる時間だから大丈夫だよ、ティムジあーティムジーも本当ですか揺さぶられちゃう、さくらええひろさん,さん揺さぶられちゃうさなちゃんおめ、配信ありがとう、楽しかったよ、マ尾さんありがとうございます嬉しい、こちらこそ楽しかったナすとのカラオケデート、楽しみ、かぶりさん、えー、絶対やりたいんですよ、さくらのー、曲でなスお台場来るのか、ホットケーキお台場来てほしい <laughs> 待って、呼ぼうかななス呼びたい 復命してから安心しようぬさん復命復命しなくちゃいけないですかねあのインスタライブとかしたいああでも無理かん夏もライブに読んじょうぶさん読みたいちょっと聞いとく聞いとこカラケよけだねオッケー出ますようにコモクさんオッケー出るかなちょっと難しいところなんですけど夏ねそういつもるにも連れて行きたいまずパパメタルさんてかねいつもる今のメンバーの子たちも あの連れてってって言われてから連れて行きたいしいろんな人連れて行きたいな「こやろうどこ野ロカラオケデートめっちゃ素敵です」って来たら写真ね写真ねちょっとね大きいか分からないんですけどねこのあと推しの配信なのに時間遅い気がしてないけど今日ライブあったんだもの時間的に遅い気がしてないけど今日ライブあったんだもの中継さあそう遅くないですよね別に11時だからまあ遅いかえどうなんだろう 顔隠したらいけそうですよね伊賀さんラストの写真も見たけど2人で遊んだ報告だけでもうほっこりちゃうだったありがとうございます早く会いたいけどな夜ご飯だけとかでも一緒食べれたらうんーいいかないすもら配信するしかぬさんしたいえでもなんかいすもら配信してたりしたらなんか未成年だったりするかなんかダメなのかなもしかしたらどうなんだろう まずは文子ちゃんはイスマルに連れて行ってあげてとかやろはいもちろんですで今日ゆうゆうにも言われてイスマル連れてってってだから連れてきますスター二人のナスが揃ったらカラオケ屋さんやイスマルにイスマルに行列店ができるにすキ先生できるかな今日は居酒屋で一休ってところで浮気さらしいえちょっと一休ってところですかえちょっと行ってみよう白鳥も だいぶで疲れてることを考えたら遅い時間のシーケイあんあそういうことかありがとうございますそんなそんなでもなんかね今日は本当に嬉しいからなんか元気があり思ってますねなすが写真あげる分にはオッケーそうだね休暇的にヒロさん <laughs> そうなんですかねそうかなどうなんだろうあー早く来いお母さんが一緒なら大丈夫かもしれないですあー確かに確かに学院祭でやったミラダン ミイラ男コスなら大丈夫かもカップルでさいやさすがにさすがにそれがちょっとニコのこニコニコの番組のゲストに呼んでもらいましょう味、えー、いいのかそんなでもね呼んでもらえるぐらいにして頑張りたい、うん、イサムルスイさんしか勝たん初見さんありがとうございますプリンターさんありがとうございます白鳥さんですこ今日で十八歳になりましたぜひあのあの気になってくださったらフォローしていってくださると嬉しいです。 たたまたま自分も一休にいるおおヒロさんすごいですってすごいなアドレナリンで眠さ吹っ飛んでるか神経さんなんか目は眠いんですけどなんか心が元気めちゃめちゃヒロさんも一緒させるあれえ違うか違う一休にいるってことかかのちゃんもオーガちゃんとのデートあげてたしホットケーキえですよねもういいですよね皆さらちゃんに連れて行ってもらい 連れてえっみんなさらちゃんに連れて行ってもらいたいのが面白いこもこさん <laughs> みんなみんな連れてってって言うからあの早く連れてきてですね本当にさらちゃんはお化けこそだったかも学院さん那須はメンタルってこな二輔先生えそうだからねシトにねただのお化けだったんですよでなんかミコとかは「ミコです」とか言っててミコ起きてたし羨ましいなとか思いながら白になんかただのお化けで。 ねあのあれだったんですけどでもねよかった逆に良かったかも息は焼き鳥が安い一度行くなら会員300円払っ,払って入いた方がお得あそうなんだヒロさん今度あのお母さんちと行きたいと思います那須があげるのはハードル低いかもねずだえっ那があげた方がいいのかえっげてえー、どうなんだろう俺もさなちゃんに S マル水産に連れて行ってほしいろってあっ行こうまた行こう 行こう顔なしえ、顔なしもやった顔なしもやった懐かしいな、イカさん懐かしいね。そう、ミーダはね、そう、カペリンさんネオでしたおばけ最高でしたよありがとう、コンパさんさなちゃん、新しいコスプレ見たいヒロさんね何があるでもね、セーラー服着たいんですよ、セーラー服やっぱね、高校生のうちじゃないと着れないと思うからセーラー服をね、ちょっと着たくて今探してるんですよ ちゃんは顔,なしし顔なしがしたたかったんだよ、ね、その顔なしそう,そう,そうお化けこして開けるときに「はい」みたいに言うのかわいかったですよえそんなこと言ってたっけちょっとほんと覚えてないな言ってたかなはいえコメントも追いついたのでねそろそろ終わりたいと思うんですが皆さんね今日ねたくさんねあのこの ギフトというか何だろうくださってありがとうございます制服ディズニーみたいえひろさん本当行きたいのもうももことずっと行こうよこいって言ってってね今日もねあのね浴衣着てどっか行こうっていう話をしてたりとかしてね本当にね行きたい場所もしたいこともたくさんあるからねこの1年ねあのたくさん本当に楽しめたらなと思います18歳をやっぱ18歳19歳大事だと思うからなんかやることやって その上で楽しんでいきたいなって思いますピンクのセーラー姿可愛かったねこもこさんありがとうございますでもね紺色が着たい紺に赤のやつが着たいからねちょっと買い,買いたいと思います改めてお誕生日おめでとうというマジありがとうございますセーラーさんの見たいホット聞き回っててくださいすぐ買います楽しもうぜ楽しみましょう男女の方読みます一ベニビーバットありがとうございます すけ先生ありがとうございます3位やっちありがとうございます4位さくらさんありがとうございます5位まマサゴメタルさんありがとうございます6位ゾさんありがとうございます6位にトッコヤロありがとうございます7位8位マシュマロさくらさんありがとうございます9位ヘンドリックスありがとうございます10位さサシさんありがとうございます11位かカプリンさんありがとうございます12位ひろめださんありがとうございます13位にアイラちゃんありがとうございます14位ラズベリーさんありがとうございます15位マー君 ありがとうございます16位アリさんありがとうございます17位コモコさんありがとうございます18位カッチャンありがとうございます19位アッキーマさんありがとうございます20位ピョンさんありがとうございます皆さんね今日も本当にねあの本当にありがとうございましたこの18歳なった初日本当にありがとうございました皆さん楽しかったです明日の配信はあ 明日の配信は夜にすると思うのでぜひ来てくださいバイバイありがとうございました今日はものすごくありがとうございましたおやすみ